ゲストの未来を予報する番組、未来予報2011。実は、うん、5年後に素晴らしい快眠のパジャマが登場するんじゃないかっていうふうに言われてるんですね。パジャマ、はい、それがこちらです。城崎仁と初恋の相手を結ぶ近未来はサイバーハグの実用化。現在シンガポールの工科大学で開発されている、快眠パジャマなんですけれども、はい、何をしているかっていうと、インターネットで、はい、例えば離れたお母さんの抱擁と同じようなものを、要は離れたところで電子的にこう感じることができるっていう。要するに抱き枕抱くんですけど、はい、抱かれるパジャマなんですね。そうなんですよ。抱いてくれるんだ。ハグされる。抱いてくれるパジャマ。そそられますね。抜け出せなくなっちゃうね。仕事行きたくないでしょう。ねえ、あ、そう、いつまでも抱いててほしい。抱いててほしい。これは。でも好きな人の感覚で眠りにつけるという。あれはまあそういう代物ですね。そんなことできるんですか。できるのかな。現在開発中のサイバーハグをいよいよ公開。これ今ね、鶏に結婚した。びっくりした。鶏用しかまだできてないんですよ。できてない実験段階で。あと5年無理じゃないですか。いやこれは5年、ひよこが鶏になるスピードよりも、はい、パジャマが5年後人に普及するということですね。あの青いのがそのサイバーハグっていうパジャマですか。はい、ね、シンガポールの開発者に研究の進み具合を聞いてみた。 Now I'm making this new version for the for childrenin my lab with my students, and we should have it ready by September. なんとこの調子でいくと抱かれるパジャマサイバーハグ完成間近。遠距離恋愛とかいいんじゃん。遠距離恋愛、恋人のデータを取ってですね。遠距離恋愛。なるほどね。アイドルなんかもそんな商品出すんちゃいます。そっか。ね、自分の、あ、じゃあ白崎人タイプが できない。白崎さんに抱かれたい女性がそういったパジャマを買って、そのビジネス。あ、ビジネス。寝かさないよ。あ、いいね。寝かさやなきゃ。白崎人に抱かれて眠るて。僕の商品の場合は寝かさないです。寝かさないんだ。すっごいきつく抱きしめる。ねえ、へえ。今まだこちらのパジャマ自体は開発中。